はじめまして、石川紀之様。はい。で、フルネーム。多分本名です。本名と、あとメールアドレス見ても、多分偽物とかじゃないんで、ご本人さんだと思うんですけど、なんか、特定に立っちゃいそうだから、どう呼ぼうかな、これ。まあ、じゃあ、前半の分だけ読みますわ。はじめまして、ハーバード大学医学部附属、〇〇〇〇と申しますということで、ハーバード大学医学部附属の、まあ、要するに糖尿病専門に、やられてる方からメール来ました。で、メールアドレスのドメインとか見ても、ハーバードって書いてあるんで、多分、嘘ではないと思います。はい。フルネームで送っていただいております。まあ、全部読むと、多分特定になっちゃうんで、途中でやめましたが、ハーバード大学医学部附属の、まあ、糖尿病を専門にやられてる方ということでございます。で、突然のご連絡を失礼します。はい。昨年 YouTube にアップロードされている切り抜き動画で石川さんを知りました。ほう。時差の関係で実際の配信はリアルタイムで視聴するのが困難ですが、楽しく見させていただいております。これ何人これどういうことなんだろうね。まあ、ちょっとまだ全文読んでないんだけど、血糖値500を超えているのに、この人間は普通に生活をしているから、その医学の観点から特殊人間じゃないかっていうことで調べたいのか、それとも本当にやばい状況だから、ついに、糖尿病にガチで詳しい人が連絡してきてしまったのか、どっちかだよね。これはね、どっちなんだろうね。その、モルモット的なことなのか、ガチでやばいぞ的なことなのか、どっちかだよね。これ、読む前にね、考察するとね。さて、今回連絡させていただいたのは、石川さんの糖尿病に関してです。でしょうね。自分で書いてますからね、最初にね。でしょうね。これでなんか石川紀之さんは、コロッケそばにするのが許せないとかってメール来たらわけわからなくなるからね。それこそ嘘メールやんけってなるからね。そこでコロッケの話は来ないだろうって話だから。まあそれはそうでしょうね。ね、糖尿病の話でしょうね。かねてより配信で血糖値を測定されるたびに、糖尿病専門医として大変心配しておりましたが、昨年末に配信中に強い腹痛を自覚されていたこともあり、早いうちに受診していただければと思います。あ、やっぱりそっち系か。やばい怖いマジで読むの怖い専門医から怖いマジでやばいマジで見慣れていたやばい油当たりじゃないってことやばいよそれはちょ、また先生マジなやつは勘弁してくれ先生マジなやつだ見てたそういうことかねえ俺今ハンバーグ食ってんすけどエッグハンバーグ。エッグハンバーグ食べてんだけどな、まずいかな。早いうちに受診していただければと思います。配信中に腹痛は、昼に食べたラーメンの油あたりではとおっしゃっておりましたが、我々の視点では、糖尿病の悪化に伴い、中性脂肪が上昇している上に、ラーメンがダメ押しとなって、中性脂肪が高すぎることにより、急性膵炎が起こっているのではと心配がつきません。石川さんの配信を昔から見ていたものではないので、石川さんの糖尿病に対する考えや視聴者さんとの関係を完全理解できているわけではありませんが、配信者の訃報が続いており、石川さんには健康に来てほしいです。豚祭りにおいて石川さんが病院を受診してみようかと言った際に、ファンの方からのブーイングがあったことを考えると、なかなか受診も難しいことも分かっております。石川さんのスタンスが慣れ合わないということは存じておりますが、配信者として、漢字が読めないこれ、なんとかで、糖尿病専門医に配信上で質問をぶつけてみるや、糖尿病についての思いの丈を話していただき、その後討論する等の形でしたら、私はお役に立てるのかなと考えております。日本で、9年間糖尿病専門医として働いておりましたが、現在は日本のどの医局にも、所属しておりませんので、ある程度しがらみなく専門医としてのお話はできると思います。ちょっと噛みましたが、学生時代、そして医師として長く住んだ石川県に残った地震により、私が勤務していた大学病院が最前線になっております。圧倒的に医師が足りてない現場に助けに行けないことに無力さを感じ、自分なりに何か人の健康に役立つことができることがあればと思い連絡させていただきました。ご検討のほどよろしくお願いしますということで。ねえ先生マジかおーなあ石川の隆起何それ急性膵炎でいいのこれ。漢字読めないんですけど、急性膵炎が起こってるのではっていう、
じゃあ何、アメミヤと一緒に毒キノコハンターやってゲボ吐いた時もってこと、あのぶっ倒れた時もってこと、なんかお腹痛くなっちゃってさ、いやめちゃくちゃ激痛だよ、めちゃくちゃしんどかったもん。一度先生にマジで相談すべき。だってさ、先生に相談したらもう入院よ。俺の体は今どうなってるかわからないけど、ノリトーク配信で、配信で何、リモートで先生に出ていただいて、あの診断を受けるってことだろ俺。ねえ、そういうことだよねこれね。ねえ、だって配信上で質問をぶつけてみるとか、先生がこうおっしゃってるってわけだから、だからリモートでズームとか、ああいうので繋がって配信上で先生にぶつけるってこと？どうすんのよ、でもぶつけてもさ、いや面白そうとか、ねえ。でも今先生日本にいないんだもんね。ハーバードだもんね。ハーバード？ねえ。すごいとこからメール来たな。ハーバード大の方が乗り出し見てんの？いや、いや、それもそれで臭いよ、マジで。ねえ、日本で9年間、専門医として働いて、今、ハーバード大学医学部で、糖尿病を専門に先生やってるってことでしょ？すごくない？マジで。ねえ。いやー、なんか、俺の糖尿病置いといて、なんかそっちの方が興味あるわ。すごいなと思って。人として、先生として。ほんで、日本が今そうやって地震で大変なことになっていて、自分も一人の医者としてできることはないか、できることはないかと思った先に、石川紀之を救いたい。そこは先生どうなんすか？ねえ。いや、先生だって、ねえ。北陸出身でさ、9年間働いてて、もっと人助けできるでしょって話で、自分もいても立ってもいらない、なんとかしなければいけない、人のためになりたいと思った先に石川の霊気を助けたいなんだ。ねえ、先生そこはどうなんでしょうかねなあ、石川県と石川つながりっていう。ねえ、石川違いだよこれは。いや、俺でよければというか、話を聞いていただけるのであればどうしたらいいとかね、できることとか、うん、あと、日本で糖尿病に詳しい病院とかさ、ね、先生おすすめの病院とかね、ここだったらいいでしょうとかね、教えてもらえればね、そこ行った方がいいもんね、多分ね。多分入院。いや、入院はしない。だからそれも先生に言わないと。入院はできないと。入院はできないけど、治療は受けてやってもいいと。入院は配信ができなくなるから、ダメと。できないこととできることを伝えればいいんだよ。入院はできないけど、治療は、受けてやってもいいって。上から、そうそう、受けてやってもいい。そう、そういう感じでね。そう。うん。病院は、月に2回ぐらいなら、行ってやってもいいみたいな。まあ、そういう話ですよね。いや、これあれだね。今度さ、韓国配信だけどさ、これ、あるかこれ。ねえ、ハーバードってどこにあるの？アメリカだよね。アメリカ？あるね。アメリカ行き。あるね。マサチューセッツ。マサチューセッツ。ねえ。マサチューセッツ。ねえ。いや、でもちょっと先生に俺を調べてほしい。だって、血糖値500超えてて、3万歩も4万歩も普通歩けないし、富士山も登れないし、普通の生活できないわけじゃないですか。その石川紀之の体の神秘に迫りたいよね。なぜこの高血糖で人は生きていけるのかっていう。ねえ、なんかがおかしいはずだからね。うん、先生また続報をメールいただければなと思いますので、すごいっすね。これ見てんのかな、じゃあね。録画で。多分ラグっていうか、時差があるって言ってましたけどね。届けばいいですね、これね。うん。じゃあちょっと血糖値測りますか、じゃあ。はい。その流れなら測るべきでしょう。いや、今日はね、多分低いと思う。今、ハンバーグ食べたけど、時間経ってないんで、今日は低いっすよ。だって、寝起きなんで、食べてないもん。いや、これで高かったらもう、だって、やばいよ。低いよ。高っ、それでも。いや、高いっすよ。ね、いや、低いじゃないよ。低いじゃないよ。だってこれで食べたら普通に、ハンバーグ食べたら来るからね。ハンバーグ食べたら来るからね。いや、低はおかしいよ。じゃあお前ら測ってみろや。
あとから、あと、あれだよ、2時間後くらいに、この枠の後半で測ったら、すごいことになるからね。すごいことになるからね、これマジで。ねえ、いや、あのね、糖尿病の人ってのは血糖値上がるのが緩やかなんですよ。普通の人は1時間ぐらいで、食後の血糖値出るんですけど、糖尿病の人っていうのは、その血糖値が、出るのにね、普通の人のね、2倍ぐらい時間がかかるので、2時間ぐらいかかるんで、今ハンバーグ食べたとしたら、ほんと12時ぐらい。12時ぐらいに出ますんで、配信経過時間3時間後ぐらいですね。うん。じゃあちょっと、上げていいですか、じゃあ。はい。君たちが低いと言うならば、お前らやってるのは人殺しだからね、それ。俺は、セーブしてるのに、ご飯だって今ね、配信中だからって言ってセーブしてるのに、低いっていうことは、あげろってことでしょ？お前らが今言ってることっていうのは、人殺しだからね。人殺したよ。そう。うん。食べろってことでしょ？だって。食べろってことですよね？これハンバーグを。すごいことだからね、マジで。ねえ。君たちは歴史の目撃者になりますよ。糖尿病が飯を食うとどうなるのかっていうのを、君たちは今から数字で目の当たりにするわけだからね。今、裏で先生ブチ切れてるよ、これ。いいね。あ、もう一口ずつで40ずつ上がるから。これ一口食べたら40上がるから。うん。あ、もう。40上がった。もう40上がりました、今。今40。うん。違うよ。お前らが引くって言われたら、こっちも、プライドがあるんだよ。糖尿病としての。舐められちゃ困るんだよ。なあ。血糖値だって、閲覧だって避けたくねえんだよ、そんななんか煽られたら。低いとか言われたらさ、こっちだってさ、プライドあるんだよ。そんなの。煽られて、低いとか言われて馬鹿にされてさ。ねえ。許せねえよ。うん。でもハンバーグうまい。美味しい。うん。アメリカか。俺アメリカかな。これ先生の返答次第だな。先生の返答次第で俺渡米あるぞ。マジで。先生の返答次第で。ねえ、俺マジで今年渡米あるぞ。ねえ。大事だぞこれ。大事。なあ。ねえ。大事あるぞ。うん。なあ。いや、違うのよ。治療を受けるとかどうこうじゃなくて、先生に見てもらいたいんですよ。単純に。調べてもらいたいだけ。そう。な、治療とかだったらだって通えないしさ。そうじゃなくて、直接会って、そう。見てもらいたいなと思って。うん。そう。いや、お金は、7万ぐらいあればいけるでしょ。うん。多分。ね。わかんないけど。向こうがどれくらいするかわからんけど、多分。うん。え？無理。え？アメリカ高いの？嘘。マジで？保険期間。でもさ、最低な放送だよ、これ。糖尿病がどうこう言いながら食べるものじゃないし、お前らも含め俺も、ねえ、あってはならんことだからね。そう。30でもきつい。じゃあその辺はちょっとまた先生に聞こう。うん。うまい。すごいな、ハーバード。天才だ。マジの。マジの、天才やん。ねえ。普通に。だって、お医者さんはいっぱいいるけどさ、エリート中のエリートやん。大丈夫なの？ノリラジ見ててね。なんで、俺逆に先生に聞きたいわ。なんで、ノリラジ見てんのっていう。どうして知ったのかみたいな。まあ、長くはないって言ってたけど、でも、豚祭りのことも知ってるし、いろいろ知ってるみたいだからさ、短い間でも。気にして見てくれてるわけじゃん。ねえ。息抜き。いや、気になるな。
お前も糖尿のエリートなりたくねえわ一番なりたくねえわ。確かにこの配信会の中でよっさんか石川のりゆきかっていうぐらいねえ、二大巨頭だからな、糖尿病のな。俺ら以上にやべえやついないからさ。うんうん、そう、変身してっていう。よし、ちょっとこれはある程度先生も配信を理解してるみたいだから、いろいろ聞いてみた方がいいね。うん、配信上でって言ってたし、なんかノリラジオ、なんか短い間だけど、すごく理解してくれてる感じだったんでね。うん。そう。あとあれだよ。画面の向こうのお前らの中にも、糖尿病の人いるから、勉強になるよね。うん。メモらないとな。リスナーも糖尿メモね。先生に聞いてみよう。日本でとある神社に参拝すると血糖値が下がるっていうふうに聞きまして、参拝したんですけど効果はあるんですかって先生に聞いてみよう。糖尿病神社っていうのが日本の群馬県にあるんですけど、あの効果はあるんでしょうかっていう先生ね。知らんかな。あ、でもありがとうございます、本当にメールね。うん、ノリラジのお便りって面白いよな、いろんなメール来るからな。ほんとね、今日もまだ他にもメールあるからさ、ちょっと見ていかないと。ハンバーグ食い終わってから。ちなみにね、もしね10代の子、20代前半の人がいるんだったら、マジでお前ら食生活だけはちゃんとしとけよ、若いうちに。マジで、あの、先輩から言わせてもらうと、若い頃の不摂生が全て年を取った時に倍になって帰ってくるからね。あの、人生っていうのは壁にボール蹴ってるようなもんだから、蹴ったボールは必ず帰ってくるんですよ。なので、若い頃にした不摂生っていうのは、30代、40代になって必ず倍になって帰ってくるから。そう。なんで、絶対に無理しちゃいけないからね。暴飲暴食とかアルコールとか甘いものとか全てなんだけど、人ってのは腹八分目ってあって、どれも食べ過ぎたり飲み過ぎたりしちゃいけないんですよ。体にいいものも食べ過ぎたら良くないし、だからちゃんと加減を考えながら食べないとこうなっちゃうからね。わかりました。俺はなんでこうなったかっていうと、中学高校とたまたま受験した中学受験が受かってしまって、あの、進学校に通ってしまったんですよ。で、進学校に通うから勉強しなきゃいけないじゃん。だから部屋にこもって勉強しなきゃいけないんだけど、勉強がすごい嫌いで、親を騙すために部屋にこもり続けたんですよ。勉強してるふりをしたら。で、実際は勉強しないで、永遠にビッグポテチを食いまくってたんだよ。で、どん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 小学生までは痩せてたのに、中学生になってから太り始めて、今こうなっちゃったんですよ。中学生の頃からビッグポテチをずっと食べてたんだね。で、もちろん、高校生になると、育ち盛りだから、もっと食べるじゃん。バク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 食べるし。で、配信始めてももっと食べるじゃん。そしたらこうなっちゃったんですよ。で、今からね、何年か前、その、一個前の家に住んでる時は、その近くの病院に、あの、健康診断に行った時に、糖尿病の予備軍だよって言われて、もう予備軍というかもうなっちゃうよって言われて、その時はまだ数字が小さかったんだけど、それでも、なんか舐めてかかった俺は、生活を変えることなく、ずっと飯雑を続けたんですよ。で、その結果、今、こうなったから、今、この放送を見てる、ほんと10代、20代の若者。もう30代以降はね、もう取り返しがつかないから。そう、若い子たちはね、本当に、ちゃんとしてほしい。長生きしたいんだったらね。長生きをしたいんだったら、絶対にちゃんとした方がいい。これは、勉強よりも大切なこと。いくら頭が良くたって、死んだら意味がないんだよ。人間ね、死んじゃったらね、全部終わり。だから人って長生きしたいんですよ。おじいちゃんおばあちゃんも、まだ長生きしようとしてるんですよ。そう。長く生きれば、チャンスがやってくる。早く死んじゃったらね、せっかく楽しい人生もね、やっぱもったいないから。うん。だから、体には本当に気をつけてね。絶対跳ね返ってくるからね。先に言っとくよ。どんなに体が強くても、
跳ね返ってくるよ。どんなに体が強い人間も病気には勝てないんだよ。いっぱいニュースで見てきただろ。ねえ、体の強い人が何人亡くなった？今まで。ニュース見たら、え、あの人亡くなったんだ。あの人亡くなったんだ。みんな病気なんだよ。勝てないんですよ。だから、絶対気をつけて。わかった。うん。これが、糖尿病おじさんからの、今みんなに伝えられる大切な話。多分今日一大切な話。絶対だからね。約束だからね。うん。草食えよ！草を！お前ら、ちゃんと。なんで草を食わないんだよ。あのな、大体な、デブなやつとか不健康なやつって、草を食べずに即米か肉行くんだよ。な。わかる？あの、外行ってもそう。家で出前館頼むときもそう。すぐにメインディッシュ頼むよな。そう。違うの。健康な人って、なんで健康か。ね、お肉食べる前に野菜である程度お腹いっぱいにしてるんだよ。そうすると、ご飯もお肉も少量になるんですよ。人間の胃っていうのはさ、限られた量だけ入るじゃない。そう。それをお肉とかご飯で満たすのではなくて、前菜のお野菜である程度満たすんですよ。そうすることで、あの、ご飯とお肉の量が少なくなるの。ご飯とお肉を食うなって言ってるわけではなくて、食いすぎるなって言ってるの。わかった？お菓子なんて持ってる方が！ねえ。女性の皆さん。ねえ、スイーツは別腹とか言って食べてるでしょ？ねえ、ああいうの本当に良くない。ねえ、どん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 体悪くなってきますからね。そう。ケーキとかさ、なんかプリンとか食べてんのかもしんないけど、ダメだよ。気をつけて。だから、ちょっと話戻すけど、食事の時は、必ず野菜から行って。必ず野菜から。わかりました？スープとかお野菜とかを食べて、お腹を満たして、いつも食べてるご飯やお肉を減らしましょう。これだけで、太ってるやつは、体重が痩せますし、健康になっていく。だから、下手なね、なんか厳しいダイエットとかする必要ないの。デブっていうのはね、デブ！そう。デブ！デブ！デブ！ね？太ってるやつなんかね、ダイエットいらないの。食生活を変えるだけで自然と痩せるの。ね。わかりました？俺もだから今日食べてるよ、ブロッコリー。ブロッコリー食べてるもん。ちゃんとブロッコリー食べてる。うん。野菜好きじゃないけど、ブロッコリー食べてる。あとほら、ポテトの野菜も食べてるじゃん。ねえ。これも、ポテトだから、じゃがいも、根菜ですよ。野菜食べてるし、ポテト。うん。ね？野菜野菜、ポテトも野菜だから。うん。お前はもうダメだろっていう。ダメって言うなよ。まだわかんねえだろが。お前、ダメってさ。手遅れじゃねえわ。だって先生だってダメとは言ってないじゃん。ね。余命宣告じゃないよ。やめろって。まだいけるよ。だけど、みんなには俺の道を歩んでほしくない。うん。ダメだぞ。気をつけろよ、ほんとに。な？言っとくけどな、この夜にな、俺の飯札と合わせて飯食ってる、おい、そこのデブ、お前もだぞ。なあ、のりちゃんのご飯を食べてる姿見ると、止まらないんだとか言ってさ、指がチョリソー見たらさ、デブス。ね？お前もだぞ。なあ、耐えられないだろ、俺の飯札、見てることに。一緒になって食べちゃってるそこのお前。お前もだからな。うん。気をつけろよ、ほんとに。いや、一緒に食ってくれて俺は嬉しいよ。仲間だから。嬉しいけど、いろんな意味で仲間になっちゃうから。食べてるだけじゃなくなっちゃうから。ほんと、気をつけろよ、ほんと。なあ。お前がうまそうに食うの悪い。それはよく言われる。ご飯うまそうに食べるねってよく言われるの。それはごめん。うまそうらしいな。俺にはわかんない。自分の食ってる姿見てるわけじゃないから。そう。返しでしか見てないからさ。ずっと糖尿立ち。誰がずっと糖尿立ち。今も糖尿立ちだよ、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。ケツメイシの歌を変な風に言うなよ、お前。なあ、友達だろ。な、糖尿立ちって、お前。ねえ。変な歌作んじゃねえよ、お前。友達な？糖尿の糖尿立ちじゃねえんだよ。おはようございます。じゃあこれ、後で驚き見せますよ。ほんと、最近ちょっと測りすぎだから、内緒だよ。そう、本当に心配しちゃう人いるからさ、先生みたいに。内緒だよ、これ12時ぐらいにポチってやったら、出るんで。うん、内緒だよ、ほんと。俺も引くからさ、すごい数字出るから。ちょっと2時間、ハンバーグ食って。
多分400で30ぐらいだと思うんだよね。今日そんなに量食ってないから。来た。いいっすね。やっぱり参拝の効果が出てますね、これね。参拝の効果がちゃんと。400いってないですね。よかった。でも今日あれでもほんと食事しかしてないからね。高いんですけどね、これでももちろんね。高いんですけどね。心配になるってどっちの？どっちの心配それ。低すぎるわけじゃないでしょ、別に。いつもに比べればって感じでしょ？仮病はないよ。どういう心配なんそれ。ねえ、いやほんと下り宮、すごい下り宮。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。